サントリーの得点になりましたが、まだ1点リードの VC 長野です。ライトからアラウジョ、こちらもライトからムセルスキー、しっかりと拾っている。ハイセットになった。ドニが3枚ブロックの上からフェイント、今度は得点で笑顔のドニー。3枚ブロック2メーター18センチのその上、フェイントを落としていきましたドニーです。22対20。昨シーズン内定選手として VC 長野でプレーした藤中壮志、今日はフルストの対戦です。ここで17番の中村圭人が入ってきました。ドニのサーブ、ワンポイントブロッカー中村に代わってセッター下川が戻ります。今ドニのレシーブでした。ナイスレシーブでした。27対26。アラージョがサーブに下がります。こちらは少し歩かされたが拾った備え、ジャンプトス成功、決めた。 VC 長野2セット連取。第2第3セットデュースにも連れ込みましたが、粘って粘ってナイスレシーブから VC 長野が第3セットも取りました。セットカウント2対1、 VC 長野がサントリーをリードしています。サントリーだったんですけれども、第2第3セットはデュースの末失いました。 VC 長野のサーブで始まります。セッター下川のサーブ、ブロックフォローしている。アンダーで上げたボール、ムセルスキー、このボールがアウトになりました。最初のポイントも VC 長野に入ります。このセットサントリーですけれども、先ほど途中から入りましたルーキーの桑田がスターティングメンバーでこのセット出場しています。あっと、フルス相手のリベロの藤中壮志でしたけれども、立ち上がり2ポイント連取。昨シーズンは内定選手として VC 長野で戦いました。今度はしっかりと大谷に入ってバックセンターノーマーク、あっとノーマークでしたがアウトになったか。3対0。いいパスが入ってセッター大谷から完全にノーマークにしたんですけれども、サントリールーキー桑田、これも乱れた、動いている。いいトスをしかし大谷が上げて、なんとかここで食い止めました。藤中健也がこのセット初めてのポイント。インナーに打ち込みました。しかし第4セット立ち上がり3対1、 VC 長野がリード。大江のサーブです。ちょっと乱れましたが、こういったボールが決まってくるアラウジョ、レフティーのアラウジョがレフトから打つ形、この乱れたボールだったんですが得点になります。流れは VC 長野。池田のサーブ、ちょっと歩いてセンター線、流れながらの見は、うん、これもアウトですか。5対1になったところで、早くもサントリー山村監督がこのセット1回目のタイムアウトです。腰を曲げて選手たちに語りかけました。王者サントリーがリードを許しての第4セット最初のタイムアウト明け、
ここで早くもポンが入ります。サントリーです。ポンシーコン、中国代表、2m10cm。 ネットイン。こういった得点が今日このセット VC 長野に入ります。ネットにサーブ、得点が VC 長野6対1。池田キャプテンのサーブが続いています。今度はしっかり入ってポンをおとりにしてムセルスキー、ようやくいい形でサントリーの得点になりました。このセットを落とすとサントリーが連敗、先週日曜日の東レ戦に続いての連敗、そして VC 長野が勝利ということになります。サントリーは最終セットにもつれ込むことができるか、 VC 長野逃げ切るか。7対2。三輪のサーブです。バックセンターからようやく決めた藤中健也です。ノーマークで決めてくれました藤中健也。ジャンプトスワンハンドでよく上げた。リバウンドが返ってきて、これもネットに近いが、セッターの下川が1つ目、2つ目、ワンハンドでよく上げました。このリバウンドのボールも少しネットに近くなったんですけども、すぐ立ち上がって B クイック、粘って拾ってナイスタスで B クイック決めたのは狭間です。8対3、5点リード。アラウジョのサーブ、これもワンハンド、ブロック、ドニのブロック、もう止まらない VC 長野。テクニカルタイムアウトまでまだ点はありますけれども、流れが止まりません。これもナイスサーブでブロックかける、ドニダイレクト、10対3になりました。山村監督は動くか、サーブで崩して、そしてブロックにかけてダイレクト。アラウジョのサーブが続きます。これもサービスエースだ。もう止まらない VC 長野、11対3。テクニカルタイムアウトまであと1ポイント。いても立ってもいられません山村監督。このセット最後のタイムアウトを取りました。3戦5シーズン目 VC 長野トライデンツが王者サントリーサンバーズを倒しにかかります。11対3と大きくリード。サントリー2度目のタイムアウト使い果たしました。フェイント、落ち着いて拾っている。リベロがジャンプトス、ムセルスキー、アラウジョレシーブ、ドニー3枚ブロックはブロックアウト。12対3、 VC 長野大量リードで第4セットテクニカルタイムアウトです。
一度も勝つことができなかったサントリー戦、 VC 長野初勝利に向けて12対3と大きくリードをしています。2018-19 シーズン3回戦って1セットも奪うことができませんでした。2019-20 シーズンも3戦全敗、奪ったセットは1セットまで。4回戦総当たりになった2020-2021シーズンはサントリー4戦全勝、4試合で奪ったセットはたった1つ。そして昨シーズンも4戦全勝サントリー、4試合で奪ったセットは2つ。サントリーに対して1試合で2セット奪ったのも VC 長野にとってはこれは歴史的な出来事です。3連覇を目指す王者サントリーに VC 長野クラブチームが大きな星をここで挙げることができるか。ブロックちょっと遅れた。ルーキーの桑田、ようやく本来のプレーができました。連続VC 長野は2020-21シーズンパナソニック相手に1勝を挙げました。その時はセットカウント3対2。その時以来となる上位撃破なるか。セットカウント3対2とフルセットにもつれ込んだあのパナソニック戦、今度は今2対1とサントリーをリードして第4セットタイムアウト明けの最初のポイントを取りました。トニーのサーブ、サービスエースノータッチ。レシーブ3枚のところだったんですけれども、ノータッチでサービスエースになりましたドニー。依然として流れは VC 長野、14対6。今度は前に落としてきたリベロ、しっかりと拾っている。バックセンター、拾った、ドニーが拾ってアラウジョが決めました。15対6。ここもレシーブから VC 長野、レシーブからの得点。狭間のサーブです。今日狭間のプレーも勢いをチームにもたらしてきました。ここはネットにかかりました。失礼、ドニのサーブでした。ドニのサーブが続いていて、次が狭間です。先ほど一ついい形で本来のプレーができました桑田ルーキー。チームのピンチを救えるか。わずかにアウトになりました。得点が VC 長野16対7。その差は9点差。狭間太平のサーブ、いいサーブだ。しかしセッターにしっかり入っている。ムセルスキーストレート、まだダブルスコア16対8。今シーズンはこの16点のところでテクニカルタイムアウトはありません。12点の1回。サントリーはすでにこの第4セットタイムアウト2つ使い切りました。小野のサーブも得点につながらず、すべての歯車が VC 長野にいい方向に回っています。昨シーズン入れ替え戦を得点率で上回ってなんとか残留をした VC 長野が3連覇を目指すサントリーから勝利を奪うのか。今シーズン初登場
本シーコンのここは B クイックが決まりました。2メーター10センチ。大谷のサーブ、キャプテンのサーブ、日本代表のサーブ、ライトからフェイント拾っている藤坂、ムセルスキー、これも上がった。ソナエからいいトスが上がっている。ブロック2枚、リバウンド、これは返すだけになります。チャンス、スタントリー、ちょっとどうだ、ややかぶったところがありました。ジャンプトスからムセルスキー、笑顔は見えていますけれども、苦しい状態からムセルスキーが得点。まだ7点差。大谷のサーブ、ネットイン、ドニが拾った。ちょっとタイミングを遅らせて三輪が決めました。18対10、サントリーは連続ポイントが欲しい。逃げる VC 長野、追いかけたいサントリー。池田キャプテンのサーブです。近いところよく上げて、ストレートどうでしょうか。決まりました、ムセルスキーです。セッター大谷も素早くボールの下に入って、サイドラインいっぱいにムセルスキーが決めました。7点差、ブレイクしたい、連続ポイントが欲しい。しっかりセッターに入っている。拾った、ジャンプトス、こちらもフェイント、返すだけになりました。レフトにムセルスキーがいます。ブロックワンタッチを取った、ドニー、このラリーも VC 長野。ムセルスキーのレフトからのアタック、しっかりワンタッチを取ってリバウンドを取って攻撃につなげました。 VC 長野、大谷平行ブロック、 VC 長野ブロックポイント。ここで狭間のブロック、大谷の平行トス、いやー今のはアラウジョのブロック。ムセルスキーも止める、ムセルスキーも止める。20対11、 VC 長野あと5点。ブロック遅れた、アラウジョが決めました。21対11、王者サントリー撃破へ VC 長野が突き進みます。拾ってつないで、VC 長野、三輪のサーブ、アラウジョは最後のフロントローです。タッチネットがありましたか。得点がサントリーに入りました。サントリーはここでポンが下がってフェイントつないだ、チャンスボール、ライト、いやセンターだ、打ち込んでいくアラウジョ、アラウジョこれが決まる。どんな展開でも VC 長野の得点につながります。あと3点、ここでアラウジョがサーブに下がります。ここでワンポイントブロッカー VC 長野、中村圭斗、アラウジョのサーブ、サーブはアウトになりました。そしてセッター下川を再び戻します。サントリーはムセルスキーのサーブ、
連続ポイントにはこのムセルスキーのサーブの爆発が必要。打ち込んできたんですがネット、攻めてきたムセルスキーでしたが、23点目 VC 長野。王者サントリー撃破へあと2ポイント。いいサーブだ、完全に乱したムセルスキーが、しかし打ってきました。ただその差はまだ9ポイントあります、サントリーです。まずは追いついてこの第4セットを取ってファイナル第5セットに持ち込まなくてはいけません、サントリーサンバーズ。いいサーブだ、桑田アラウジョ。さあ大谷どうする、大谷のトスでブロックを完全に封じました。藤中が決めました。さあ桑田のサーブでどこまで追い上げられるか、今もいいサーブでした。桑田健進攻めたい、ナイスサーブだ、サービスエース。ルーキー桑田が攻めてサービスエース。ここで VC 長野浜村監督がタイムアウトです。長野県南箕輪村 VC 長野トライデンツが3連覇を目指す王者サントリーを追い詰めてあと2ポイント。多くの選手たちが仕事をしながらバレーボールに取り組んで、そして国内最高峰リーグで戦ってきました。志を持ってこの舞台に立ってきました。サナのレシーブ、フェイント、こちらも藤中が取ってる。ムセルスキーがオーバーになってマッチポイント。VC 長野ついにマッチポイントを握りました。V1 参戦5シーズン目、ついにサントリーからマッチポイント、 VC 長野トライデンツ。ナイスサーブだ、ブロックだ、 VC 長野が勝ちました。セットカウント3対1、昨シーズン入れ替え戦で1勝1敗、得点率でなんとか V1 残留を果たした VC 長野トライデンツが3連覇を目指す王者サントリーサンバーズを破りました。すごいことをやってのけました VC 長野。ここまでの4シーズンは9位が最高、パナソニックを倒したことはありましたが、なかなか上位の壁に阻まれてきた VC 長野トライデンツ。仕事をして地域の人たちと共にこの舞台で戦ってきました。その志が一つ実を結びました。新加入選手を多く加えて、このリベロ備えはプロ選手としてチームを今支えました。第1セット25対16サントリー、しかし第2セット26対 24VC 長野、第3セット28対26の死闘 VC 長野、第4セットは VC 長野が圧倒、25対16で取ってセットカウント3対1、
VC 長野トライデンツがサントリーサンバーズを破りました。さあこの後勝利者インタビューは果たして誰がどんな喜びの表情でどんな言葉を伝えてくれるのか。ホーム山梨県甲府市小瀬スポーツ公園体育館です。みんなが活躍しました。レシーブで拾って